やるぞ。え？いただき。
よっしゃ。Yeah.
追い詰めたわざわざ餌の方からリッ<笑>わらわは美と芸術の化身メルトは。 人間など、わらわを彩るための塗料に過ぎぬ。ああ、あの方より賜った次元を超え人間どもを吸収する力、わらわはこの力を使い、いつの時代も浅ましき欲望に抗えぬ愚。わらわという至高の芸術を彩れること、これぞ壁画が与えし誠の幸福とし。<笑>来ます、お気をつけて。 気をつけて。
出番ね。覚悟はいい？こんなもの、それ、あがくでない。嘘でしょ？こんなもの、丸焦げじゃ。いや、美の糧になる。ピオリム魔力よ。はあ、バイシオン。シルビア様ありがとう。楽でない。そう、嘘。バイキルト。はい、頑張りましょう。ほら、あがくでない。美の鏡。いでよ。覚悟はいい？バカな。お楽しみいただけたかしら。ちょっと頑張りました。バカな。貴様ら一体、我が造物主たるあの方が、偉大なる、な、ウルノーガじゃと？ウルノーガ様の世が実現さえすれば、いずれわら。待ちなさい！あなたはウルノーガを知っているの？貴様らに壁画の呪いあれ。ウルノーガ様、まさかここでウルノーガの名前を聞くことに。奴はかつてとある王国の宰相に取り付き、その国を滅ぼしたというが、フォアチャット遺跡の文明、永遠なる命の力と言っていましたね。それこそがウルノーガの狙い、ヤツメ。これは魔法の鍵か。これを使えば今まで開けられなかった。
予想外の収穫もあったし、上出来と言うべきか。それに、まずはここから脱出せねば。一件落着ってとこが。なんだなんだ、いきなり祠から人が溢れてきたが。ふぅって、なんだ。あんたたち、へっ、助かった。助かったんだ。元の世界に戻ってこられた。やったー。元の世界？壁画？なんだって？この壁画がそんな…いや、なんとお礼を言えばいいのやら。さぞお疲れでしょう。せめてうちの宿にと…忙しい忙しい。いやー、あなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり。当たる幸福を招く壁画ってのはもう古い。これからは人々を閉じ込めた呪いの壁画。もっとこうしちゃいられない。夜なべして作った壁画の複製。やれやれ、あんな事件があったというのに、このわしらもこの活気に負けず先へ進まねばな。この地で起きた悲劇と今のデルカダールはよう似ておる。あの国にウルノーガの魔種が伸びているのは間違いないじゃろう。そういえば、ネルセンの宿屋の近くにあるヴァンデルフォン王国跡に魔法の鍵で開く扉があったな。お父様、行きましょう。永遠の命の力、何かは分からないけれど、ウルノーガの野望は